ご無沙汰しております。しっかりこの、自粛しておりました。HRT です。皆様はいかがお過ごし、だったでしょうか？久々の動画ですが、あまりにも放置しすぎて、編集ってどうしてたっけ？動画の中で、動画を忘れた、みたいな、感じで編集しておりました。この走行動画は、今年の走り込みの様子です。定番のコースを、寒いながらも、気持ちよく走って、きたのですが、この後、レーンの事件か。あの日の悲劇を繰り返さない、お合言葉に、混合給油用オイルボトルの収納するスペースを作ります。入る？これ？ちなみに混合給油とは、巻き乗りなのに切って、オイルポンプを取り外した、ゆえ、常にお湯を携帯しないといけない、呪いのようなものです。今回は、低発泡塩ビータで作ろうと思ってました、が、しかし、固定をするのに、ステやら何やら、作るなら、それらを一発で解決できる、制作方法。それは、あれしかない。FRP ですねー。違うんです違うんです。もう見飽きたとか言わないでー。どうかお付き合いください。それでは、行ってみよう。今回は新聞のチラシを、型に使用します。まずは可動部分のクリアランスを確保するため、折りたたんだチラシをテープで固定します。このチラシの厚み分が仕上がった際の隙間となります。大きな紙で一発でいくより、小さく切った紙をちまちま貼った方が、簡単にできると思います。チラシ貼り完了。お次はアルミテープを貼っていきます。これも小さく切った方が、シワが少なく、貼れるかと思います。なんか、ずっと見てたら、これ作ってるのかもかん。次は養生していきます。これが甘いと泣きを見ます。
すると貼りやすくなります。樹脂が硬化する前に、ボトルを入れておきます。入らなくなると困るので。あとは硬化待ちます。固まりました。型紙をむしり取ります。今回地味に辛かったのは、この作業でした。バッテリーとボトルを置いてみます。無事収まりました。サンダーで形を整えます。サンダーで FRP を削るときは、ちゃんとマスクをつけましょう。とりあえず形にはなりました。
パテで表面の仕上げをしていこうと思いましたが、ちょっと面倒くさくなってきました。今回のパテはざっくり仕上げて塗装でなんとかしようかと思います。もう無理。さっさと塗装に移行します。今回使用する塗料はこちら、アサヒペンストーン強スプレー。今回はこれで表面のアラをごまかすというか生かすというか、まあとりあえずやってみました。それがこちら。ジオラマベースやん。めっちゃジオラマベースやん。ガンダムとアッダムをぜひ飾ってみたい。ちなみにアッダムとはガンダム18話に登場するモビルアーマー。ガンダム18話はガンダムの耳あたりから集音マイクが出てきたり、フランボーが腕の力でガンダムの指をこじ開けたり、ガンダムが片言の日本語喋ったりと、なかなかのとんでも回なんでぜひ見ていただきたい。で、肝心のこっちの方は微妙な仕上がりですが、役目は果たしてくれそうなんで、よしとします。一応成功かな。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録してもらえたら嬉しいです。それではまたー。